こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマはほおぽのぽのごめんなさい許してくださいの言霊の霊的意義ということでお話をしていきたいと思います。今回久しぶりにほおぽのぽのの関連する、スピリチュアルなお話をしていきたいんですけれども、まあ、前回お話ししたほおぽのぽの関連の、まあ、動画としてね、ほおぽのぽのと霊界の関係についてお話しした動画がありまして、まあ、そちらをまず、まあ、お聞きいただく方が一番いいんですけれども、まあ、そちらの動画で何を話したかを簡単にかいつまんで言うと、まあ、ほおぽのぽのというのはですね、4つの言葉を発することで、まあ、クリーニングしていくと、霊的なクリーニングをしていくというね、そういった、まあ、ハワイの秘宝と呼ばれている、まあ、霊的な方法論がありますと。で、その霊的背景というのは、簡単に言えば、そのハワイのね、そういった方をポノポノに関連する霊界というものがあって、その霊界に感応することによって、その癒し効果だったり、クリーニング効果が現れるという、まあ、仕組みになっていますよといったような話を、まあ、させていただいているわけですね。まあ、ちょっと詳しくその話を知りたいという方は、概要欄にその動画のリンク貼っておくので、そちらをまず、ご参照いただけたらと思います。で、まあ、今回もほおぽのぽのに関する話になってきますけれども、まあ、私自身は別にほおぽのぽのの、ね、あの専門家ではありませんので、そのほおぽのぽの自体の詳しい説明とかそういうのは、まあ、今回はしません。で、まあ、それについて知りたい方は、まあ、そういった関連のね、まあ、動画もあるかもしれないし、何でしょう、そういった書籍もね、いっぱいね、販売されてますので、まあ、そちらの方を、まあ、ご参照いただければいいのかなと思います。で、私は今回ですね、ほおぽのぽのの中で、まあ、4つの言葉というのが非常に重要になってくるんですけども、この4つの言葉のとは何かというと、まず、ありがとうという言葉、ごめんなさい、許してください、愛しています。この4つの言葉なんですね。で、この4つの言葉を、まあ、唱えましょうというのが、ほおぽのぽのの、まあ、一番コアな部分の、まあ、実践部分だと思うんですね。で、今回はですね、この4つの、なんでしょう、言葉の中で、ごめんなさいと許してくださいという言霊に、注目していきたいんですね。で、ありがとうというのは感謝の言葉ですね。まあ、日本人の、その、なんていうんですかね、日本のね、スピリチュアルなお話の中でも、まあ、感謝の言葉は良い作用を起こすということで、まあ、ありがとうという言葉をいっぱい言いましょうなんていうね、そういったことを推奨されている方も、まあ、スピリチュアリストの中にはいらっしゃいますし、まあ、ありがとうという言葉とか、あるいは言霊はね、素晴らしいということで、まあ、取り沙汰されるんですね。で、最後の愛していますというのも、まあ、愛の発露ですよね。まあ、愛しています。愛をこうね、表明していく。これもまあ、良さそうじゃないですか。まあ、愛を発露する。愛をこう表明していくというものも、まあ、スピリチュアル界隈では非常に、ね、推奨されているというふうに言えるんですけども、ごめんなさい、許してくださいっていうのは謝罪の言葉ですね。で、この謝罪の言葉っていうのに結構その、なんていうんですかね、違和感を覚える人も多くてですね、どうも謝罪の言葉というものを、ネガティブに捉える人の方がなんか多いような気がするんですね。まあ実際問題として、謝罪の言葉はネガティブなことが起こった時に言うことが多いから、まあどうしてもそういったネガティブ、あるいは消極的な意味合いで捉えてしまうというのも無理からぬことではあると思うんですね。ところが、実はこのごめんなさい、許してくださいって、まあ、言葉とか言霊、まあ、言霊といっても厳密な大和言葉の言霊というよりは、そこに込められたニュアンス、謝罪のニュアンスですよね。これは別にネガティブな意味だけではないんですね。実は非常に重要な意味合いがありますと。なので、今回はちょっとそのね、ごめんなさい、許してくださいというものに対する、その、ある意味で誤解とか、偏見のようなものをちょっとね、
取り除いていけたらなというふうに思っているんですけども、じゃあまずごめんなさい、許してくださいというね、謝罪の言葉がなぜ挟まれているのかと、ね、ほうぽのぽのにおいて、これはおそらく自分自身をまず一旦ニュートラルに戻していくというね、そういった作用を期待しているのではないかなというふうに思われるんですね。というのはもともと謝罪とはなぜするのかっていうと、まあ単純に我々は悪いことをしたら謝りなさいというふうに、まあね、子供の頃からしつけられたりね、しますよね、申し訳ございませんとか、すいませんでしたとかね、謝りなさいと。で、なんか謝りなさいっていうのに、大体なんかこう、釈然としないものを思いつつも謝るとかね、そういったこともあったりして、どうもその嫌なエピソードとか、嫌な感情と結びついちゃってる場合が多いので、どうしてもその言葉自体が、まあ、こう、ね、ネガティブに感じてしまうというのはあるんですけれども、本来このごめんなさいにしろ、許してくださいにしろ、謝罪をするという行為はどういうことかというと、ニュートラルに戻るっていう意味があるんです。簡単に言えば自分の中の罪というか、罪の意識、あるいは汚れというものを一旦ゼロにするっていうね、クリアにするっていう、そういう意味があるんです。だからみんな許してくださいでせよ、申し訳ありませんでも、ごめんなさいでもいいんですけど、謝罪をする行為の裏側には、元に戻りたいという感情があるんです。そういう意識。自分の、要は、何か悪いことを、ね、良くないことをしてしまった時に、人というのは良心の呵責を覚えたり、あ、なんか自分が汚れてしまったと感じるわけですね。その状態でずっと生きていくというのは非常に苦しいわけです。苦しいだけで済めばいいけども、だんだんこの、霊的にも歪みが生じてくるわけです。それをまあ、日本の神道では、マガツヒとかね、言います。曲がった霊って書いて、マガツヒとかね、いうふうに読んだりしますけども、つまり霊界が、あるいは霊体が歪んでくるわけですね。その歪みがどんどん進行してくると、マガツヒになるわけです。マガツヒになったら困るわけですね。ナオビというのは、直の霊と書いて、ナオビと言います。ナオビの御霊なんていう言い方もしますけども、直、まっすぐな、ね、正常な霊的な状態が一番いいわけですよ。曲がってしまった、ぐにゃぐにゃにねじけてしまっている。これはまずいわけです。そのねじけを戻す言葉、ね、それをねじけを戻すという行為が実は謝罪なんですよね。あ、ごめんなさいであり、許してくださいであり、申し訳ありませんもそうだけども、そういう謝罪を表す言葉っていうのは、ニュートラル、ね、この曲がつ日を直日に戻していくというね、そういう意味合いがあるわけです。これは日本古来からある風習です。で、まあ、ね、変な話、日本人ってすぐ謝るじゃないですか。でもちろん、何でもかんでも謝りゃいいとかね、謝って済ませりゃいいとかね、やたらすいません、すいませんって言って、卑屈に振る舞うことも、まあ、もちろん、弊害はいろいろあるんで、別に謝罪イコールすべていいんだっていうふうには、もちろん言いませんよ。だけども、まあ、例えば西洋とかね、海外とかね、ではやたら基本滅多に謝らないんだと。謝ったら非を認めることになり、裁判だったら負けるんだとかね。まあ、確かにその国際関係とか、そのいろんなね、日本の中だけじゃない世界を考えたら簡単に謝っちゃいけないとか、そういう側面もあるのかもしれませんけど、現実的なね。だけども、なぜ日本人がすぐ謝るかというと、その曲がつ日になっちゃうことを恐れてるわけですよ。曲がった例になってしまうのを恐れてるから、ニュートラルに戻したいからよく謝るわけです。日本人がよく謝るのは、おそらくそういった古神道由来からの、その自分が曲がってしまっている状態に違和感を覚えるから、元に戻ろうっていうね、そういった働き、それを期待して謝罪の言霊っていうのをよく使うわけですね。で、ほうぽのぽのの中に、ごめんなさい、許してくださいって2個もですよ。しかも2個も謝罪の言葉が入っているっていうのは、多分意味は絶対あると思うんですね。それをまあ、ほうぽのぽのの、その専門的な、ね、解釈でどう捉えているのかはちょっとわからないですけども、少なくとも、ほうぽのぽのはクリーニングしていくという言葉をよく使ってますから、要は、まがつひ、ね、日本的に言えば、まがつひを元に戻す、直火の御霊に戻していく。その働きを期待して2個も入れてるんだっていう部分に捉えることもできると思うんですね。なので非常に重要なんですね。なんか
いろいろとほおぽのぽの関連のいろんなものを、まあ、参考にね、いろいろと、まあ、調べさせてもらってると、結構ここの言葉は、しっくりこないから別のに変えちゃうとかね、いう人もいらっしゃるみたいで、まあまあ変えてもそれでいろんな意味でそのうまくそのね、ハワイの霊界にね、ほおぽと元の霊界に感応してね、うまいことクリーニング効果出てるなら別にそれでいいのかもしれませんけども、でもやっぱり意味があってあると思うんです。で、その意味は何かっていうふうに霊的に解釈していくと、自分が魔月日になってしまった自分をナオビの状態に戻すっていうことなんですよね。なので、そこをやっぱり理解しておくことが結構重要なんじゃないかなと思うんですね。だからその、もちろん何でもかんでも謝って済ませりゃいいとかじゃなく、ではないですけど、ね、本当に自分が歪んでしまったなっていうふうに感じてしまった時には素直に謝った方がいいです。謝る言葉を発した方がいいです。そうすると戻りますから、自分が。で、自分のために謝るんですよ。相手のために謝るっていう感覚でしょ。まあ、社会的な謝罪っていうのは相手のために謝るわけですけども、でも本当の謝るというね、根源的なスピリチュアル的な意味合いで言うと、謝るのは自分のために謝るんですよ。自分の歪んでしまった、ね、霊的な状態をぐっと元に戻すために謝るんです、ね。社会的には違いますけど、社会的には謝れ、ね、お前悪いことしたんだから謝りなさい、誠意を見せなさいとか言ってね、あ、申し訳ございませんでしたとかね。さあ、社会的な意味合いの謝罪です。今言ってる謝罪というのは、そういった社会的なそのマナーとかね、礼儀とか、そういうことじゃなくて、もっとスピリチュアル的な根源的な話です。根源的な話をすれば、相手じゃないんだ、自分なんだ。で、おそらく日本人が多くの人、何か悪いことしたら、謝れっていうふうに思ってしまう、その根源的な意識も、もちろん社会的な枠組みの中で、悪いことしたんだから礼儀として謝るが当然だと、誠意を示せという意識ももちろんあるとは思いますけども、多分根源的なところで、いや、お前、魔月日になっちゃうぞと、汚れてるぞと、汚いぞと、だからそれをクリーニングしなさいよというふうに、おそらくどっかで感じ取って、だから謝れよっていうね、そういったなんかその日本人特有のね、心の奥深いところにある感覚というものが働いてるんじゃないかなというふうに思いますね。なので、決してですね、ごめんなさい、許してくださいにしても、謝罪の言霊というのは、決してネガティブではないと、非常に重要な霊的な働きを持ってますよっていうことで、ちょっとね、この辺で、結構スピリチュアル界隈ではね、ネガティブっていうふうに貼られてますけど、別に感謝だけしとけばいいとかね、愛の発露だけ、ね、きれいなところはみんな確かに見たいわけですよね。きれいなことをだけ意識してたいと、その気持ちはわかります。そうした方が、ね、汚いものを見て、ね、それを見て嫌だなと思って、この霊的なものが歪んでしまう危険ももちろんあるので、綺麗なものをなるべく見ていきたいという意識が働くのは仕方のないことかもしれませんけども、ね、決してそのごめんなさいも許してくださいも謝罪の言葉は必ずしもネガティブではないですよと、自分を戻していく、本当に自分が歪んでると思っている時には積極的に謝る、謝罪の言霊を発する、それが大事ですよということですね。ということで今回はですね、ほおぽのぽにちなみましてね、ほおぽのぽの そのものの解説ではないかもしれませんけども、ちなんだスピリチュアル的なね、ごめんなさい、許してくださいというね、謝罪の言霊の意味ということについて、ちょっと、お話をしてみました。ということで今回も守護スピラジオをお聞きいただきまして、ありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。